さあ続きをやっていこうと思います。ちょっと今回は凝ったことをやろうかなと思います。凝ったことじゃないね、普段あんまりやらないこと、こちらでございます。サムネ見たから分かってるよってねなりそうだね。なんと今回この 0.5 をね使っていこうかなと思います。いや、なべさんなんでそんなもんでつけるのって思われると思うんですけれど、まあたまにはいいんじゃねえの嘘です。ね、両面テープじゃないと接着剤でつけるとさ、特にいつもみたいに流し込みとかさ、こういったものを使うとここのね塗装が溶けちゃうんですよ。この黒い部分がで下のが見えてきてあちゃーってなるから、じゃあやらない方がいいや、じゃあ何でつけようかなって思った時に、まあ姫様でもいいんだけど、姫様もあんまり狭いところやるとちょっと夢中ってなったりするから、そうだから、まあいっそのことを全部もうなんかこのね窓枠前と後ろはいいと思うんだけど、横はねちょっとねやめた方がいいかなって思ったんだよね。であまりさ買っても出番がないから、ちょっとこの子はかわいそうかなと思って、じゃあちょっとせっかくだからたまにはこういう子も使ってあげようかなと思ってっていうレベルのお話です。プチッと切ってね、でこの両面テープをですね、あカメラ映ってる、映ってるね、実は前の動画の続きでやってます。なのでまだねトップコートがしっかり乾いてないからあんまり持てないんですよ、がっつりと、ね、何を女部さんそんな急いでやってんのってね思われそうなんですけどね。ね、皆さんコメントいただいたじゃないですか、やっぱ急ぐとろくなことないですねってね、その通りっすよ本当ね。慌てちゃダメ、慌てちゃって言っとる割にめっちゃね我慢できずにやってんじゃんって。いや取りだめできる時にちょっとやっておかないとピタッと止まっちゃう時があるから、ほらこれピッてこれね、ほら OK、 これでも今両面テープだから、これねなかなか外れないんですよ、あなかなかね粘着が丈夫くていいんですよこれ。だから結構何あそこ、ああやべえ両面テープだけ残っちゃって取れちゃった、でででこっちから貼るか、これね結構ね、あねねね、おいおいおい頼むぜ、くっついてくれ、ピンセットくっついちゃう、あれなんですよ、結構丈夫くていいんですよこれ。こうしてね、ちょっとこれここ余分なとこ切れちゃったから、ここからちょっともう一回切る、ピチッと、あ飛んでた、ちょっとテープが伸びちゃってるな、あんまよろしくねえな、あおいびっくりした、テープが結構丈夫くて後からね剥がれてきちゃったよみたいなのが意外とね経験上ねないんですよ。だから私は好きで使ってる感じかな。でこれ入れるでしょ、こっちから入れ込んで倒すけど、両面テープだからできるだけ一発でしっかりきれいに決めるようにしたいなと、それができなくて今困ってるなと、これはちゃんとボディがつかめない自分が悪いなと。ほらできた、あよしよし、これでねピタッとこれでくっつくんですよ、これでよろしいよ、これなかなかよろしいよ。で他のところはどうすんのって、一回こういうのをね当ててみてどこがいいかなっていうのを見て、そうするとまあここの縦2個とこの横1個やるぐらいでいいかなっていうのが分かるから、こうピッてやってね、ただねこれねエナメルでね塗ったのよ、手抜いて
なんかエナメルって意外とね剥がれやすくて、その辺がちょっとあまりよろしくないのよね。びっくりしたな、お断りにしてた。よいしょ。よいしょ。サイレントするの忘れてたわ。ね、ピタッと貼っといてね。で、でこういうハサミをね1個ちゃんとこうね、これエッチング用のやつだけどよく切れるからね、こういうデカール切ったりとか、こういうちょっと薄い切れ味がかなり必要なものに使うようにしてる。それ以外ではだから本当に使わない、大事に使ってるやつですね。こんなの本当にエッチング切っちゃっていいのかよって思うんだけど、エナメルってねパリパリ剥がれるんだ。だからねあんまりよろしくないかもしんない、ここはね。だからまあその時その時にちょっと考えてやった方がいいかもしんないけど、ここはちょっとあまり本当はやめた方がいいかもしんないな。両面テープはエナメル塗料と一緒に剥がれてくる可能性大だな。これで多分大丈夫。多分大丈夫。でもカメラ映ってた？すいませんね、映ってなかった。こんな感じです。以上です。じゃあ両側どうすんのって両側の場合、両側どうしようかな。デコプリでやろうかな。デコプリ、ちょっとこいつの曲がりがなんか曲がり癖があるんだよな。少し直すか、折れるかな、直すか、折れるかな、折れるかな、なんか曲がってんだよな。クイ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 と、クイ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 と見てわかる。ちょっとこうね、あ、わかんねえかな。ちょっとねなんか変な癖がついてんのよ。そうなるとしっかりやっておく、この時点でしっかりやっておかないと浮いちゃうのよね。いいか、これでデコプリでつけるとなるとどんな風にイメージすればいいかな。こうやってやると、あ、でもデコプリの方がいいか。これは要はこうやって今持ってるじゃない。でこの黒い部分っていうのはデコプリでつけても大丈夫な場所だから、隙間があったりなんかすると両面テープだとくっつかないからね。かといってでも、そうか、流し込みでやりたいんだけど絶対ダメだもんな。これ絶対溶ける、間違いなく溶ける。ということでこっからは姫様にお願いするか。正面とかはもうね全然ダメなのよね、ほんとね。あの流し込みだとデコプリでもちょっときついと思う。まあ可能性としては今こうやって見てもデコプリでやれるただろうなっていう場所は、まあこの辺をつけるとか、もうこの細っこいところはちょっと厳しいかなって。ここもまあできたね。でこいつもここの細っこいところ狙ってやってあげればできただろうけど、まあ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 難しいかなって感じだな。そう結構ねそういう 場に合わせていつも変えるから、何でやろうかつけようかなって。でも最近はあんまり両面テープでつけるっていうことはしてなかったね。久しぶりに両面テープ使った。特にこいつの場合だとテンションが下にかかるから、荷物がね、窓ガラスがこういう風にかかってるから、あのこういう風に横だったりすると結構ポロンってこうね倒れちゃったりとかすることもあるんだけど、両面テープだったら上からね落ちていればそうそうずれることないんで、外れるっていうこと、
そういったこともね考えながらやるといいんじゃないかなって思っちゃったりなんかしちゃってるわけですよ。でここは姫様にお願いしよう、まあ、このね奥の方にちょっと詰め込んだりとかねしてね、こうね、この前も言ったけどちょっと溶接のところ と溶接とね同じイメージで、いや中をしっかり覗き込まれたら見えちゃうんだけどね、だったらここ黒く塗れよっていう話なんだけどね。そうなんですよ。でまあ長いお付き合いの、ね、方はねご存知かと思うんですけど、ナビさんそこまでこだわり持って作ってないんでね、こだわりを持つのはうまくできてからにしましょうとね。よいしょ、黙っちゃって。ね、こんな感じでこうやってつながってればいいから、下をつなげるよりも上の方がね大事だから、上をこうやってしっかりつなげてあげて、で反対側もねやっていきましょうかね。ちょっと姫様が足りないね。ちなみに以前使ってたピンク姫様あるんですけど、姫様の妹がいるんですけど、あれはねあんまり良くない、ちょっと速乾性が早すぎてこうやって待ってる間に乾いちゃうのよ。だからそうすると結構作業性が逆に悪くなるじゃない、急いでやらなきゃいけないみたいな感じでさ、多少のね遅さは欲しいんだよね。やっぱりいくら早くね乾燥ね接着するって言ったってさ、多少ねやっぱりちょっとこう早すぎるんだよねあれは。だからあんまり使わない、使わないっていうかもう捨てちゃった、確か固まっちゃってあまりにも使いにくすぎて。足りない、窓ガラスのね透明なところに行かないように気をつけてやらないといけない。もうちょっと欲しい。いいよ、ほいよっと。この裏のこの部分ね、この部分をちょっと、あ映ってる、この辺でやれって、ちょっと待って、この辺なら見える、この辺ね、この辺、この辺をこうやってこうやって、でね、やってあげれば。デコプリはいいよ、やっぱりね振動に強いのは本当に嬉しい。あって展示会だってね、まあ前も言ったけどね、ちょこちょこ言うけど、この話持ってった時に気がついたらポロリっていうのだからね。フロントも結局接着剤でつけながらもうフロントライトンとかね、前のライトンとかねやった後に結構ねあるんですよ、ヘッドライトが取れてるっていうことね。だけどもうヘッドライトなんてさ取れたらもうマジでアウトだから、よしこれでも完全乾燥するのをこれで待ちましょうって言っとったら、まあまあな時間になっちゃったので今日はこの辺にしようかな。まあというかあんまり作業ができないんだよね、 ここまでね来るとね。あとちなみになんかできることある、ああそうそう、だからサムネの写真撮らなきゃサムネの写真を、でこれ 0.5 と 0.5 と 1.0 とかあるから、まあサイズ他にもあったような気もするけど、その辺はねやっぱり今大体 0.5 と 1 ミリあればねいいでしょうとか思って、その2個しか買ってない。他にもサイズあったと思う、あんま覚えてないけど、知らんけど。よし、メイドインジャパン、こちらでございます。この窓ガラスをこんな風ね、これでつけましたよ的なこの画像が欲しい、これでつけましたみたいな、こんな感じでどうです
よし。でこの辺にね、この作品の箱の絵をここにやって、でこの辺に視聴者さんの画像をこうやっておいて、ここに視聴、ね、あの視聴者さん の, あの作品投稿の名前書いてみたいなさ、でこの辺にタイトルが来てて、いつもこう考えながらさ、こんなもんでいいかな、こんなもんでいいかなみたいな感じでこうやって考えてる。いいね。だけど これならいいか、これならよしよし、この辺か、この辺かどうでもいいわって。よし、ということでね、今回ねこれね、超極細両面テープガイアノーツのやつですね、使ってみたんですよ。一応強粘着タイプっていう風にはなってます。弱いやつがあるのか知らないけど、という感じです。ということでね、まあこれでもうほぼほぼあの完成がね見えてきたと思うんですけれどね、まあじき完成しますので最後まで見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。